こんにちは、ベルでーす。今日は第二の実行園に行くみたいやで。楽しみやな。ここには琵琶湖一周サイクリングの聖地碑と琵琶湖モニュメントがあるらしいで。サイクリング流行ってるらしいからな。今流行りのインスタ映えっていうやつのために作ったんかな。やっぱり流行りには乗っとかなあかんやろ。綺麗に撮れてるか？撮れてんかったらほとんど腕が悪いだけやからな。モデルは可愛いんやからちゃんと撮ってや。調子乗ったかな？なんでってみんなベルを見たら可愛い可愛いって言うてくれるから図に乗ったんかもしれん。おとん見てると面白いわ。右行ったり左行ったりすごいアングル考えてんねんな。長いってもうポーズとんのも結構しんどいんやから早くしてや。つまんないからここで3問クイズ出してみようかな。みんなわかるかな。第1問、ベルはどこにいるでしょう。くるずじゃーん、王でした。当たったかな。では第2問、ベルはどこにいるでしょう。くるる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 るじゃーん、 B でした。当たったかな。簡単すぎるな。3問目は結構難しいかもよ。さあどこでしょう。るる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 A にいます。見えるかな。見えてるか。3問とも当ててくれた。正解者にはって言いたいところやけど何も持ってないねんな。なんかあげたいねんけどな。なんかないかな。そうや、この後にコスモスが咲いてるところで例のドアップを撮ろうと思うからそれで癒されてくれへんかな。いらん？いらんって言わずにお願い。ではご覧あれ、ベルのセクシーショット。え？セクシーショットじゃないか。どう？どう？ちょっとは癒されるやろ。ベルからの気持ちやからみんないらんって言わんと受け取ってや。この笑顔で癒されて。うちのおとんはな、花とのショットがな、好きらしくな、メロメロになるらしい。その後、お願いすると何でもくれんねん。イチコロやろ？もうちょろいわ、ほんまに。今日はモデルばっかりしてるから結構疲れたな。ちょっと休憩しよ。ここでいつものみかんかな思ったら、車に忘れてるらしいね。どうなってんのよ、ほんまにもう。そのために頑張ってんのに。あれ？これ何？子供が忘れていったんかな。アナの飛行機やって。こんなちっちゃかった飛行機って。いい匂いせえへんかな。これ食べれへんかな。今朝ドラは飛行機のパイロットの話らしいやんか。琵琶湖にも撮影来てたらしいで。琵琶湖の周りにはこんなにもいいスポットがあるらしいわ。多分半分ぐらいも行ってないやろうな。絶対全部制覇したいな。おとんに言うとこ。こうやって見るとみんな綺麗な。一つ一つ行きたいわ。早く行きたい。明日？明後日？しあさって？おかんの顔見てみよう。うわー、曇ってるわー。やっぱおとんに言って説得してもらわなあかんわー。困ったなー。うん、言うてくれたなー。みんなも見たいやろ。頑張って説得してみるわー。あ、ちょうど後ろにミシガン？ビアンカ？船が来てる。あれは、ベルは乗れんのかなー。あれも乗ってみたいな。もうしたいことがいっぱいあるわ。小腹が空いてきたからみかん食べに行こう。そうそう、これこれ。
これが欲しいために頑張ってんのよ。甘いわ今日も。いいわこれ。おかんが森山にあるピエリで3コインズ行きたいって言うからついてきてんけどな。おとんと車で待つことにしてんけどさ、おかんいつもすぐ帰ってくるわ言うてめっちゃ遅いね。どういう感覚してんねんの、時間の感覚。待ってる方めっちゃ長いねんけど、もう待ってしてんや。相変わらずやっぱり遅かったわ。もうおとんと一緒に文句ばっかり言うてたわ。ほんまに遅いんやからって、何してんねんやろって。待ちくたびれて疲れた。もう帰りはねとこっと。景色やったらしいな、おとんが言ってたわ。また次の旅も見てや。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあね。